東京は晴天の気持ちいい日でした。街には活気があふれていました。TBS の生放送が始まります。何が起こるかわからない。いつものバラエティ番組です。笑いがいっぱいで、見ている人が楽しめる番組です。家で見ている人たちは、次は何が始まるんだろうとワクワクしていました。この後、すごいことが起きるとは誰も知らないのでした。東京の街はまるでお祭りのように賑やかで、色とりどりの看板が輝いていました。人々は忙しそうに生きがい、笑顔があふれていました。TBS のスタジオでは、スタッフが最後の準備に追われていました。カメラが回り始め、照明が一斉に点灯しました。司会者が元気よく登場し、観客の拍手が響き渡りました。今日は特別なゲストが登場する予定で、みんなが期待に胸を膨らませていました。どんなサプライズが待っているのか、誰もが楽しみにしていました。さあ、TBS の生放送が始まります。次のコーナーが始まろうとしています。司会者が次のゲストを紹介しようとしています。カメラがアナウンサーにズームインしました。彼は TBS でおなじみの顔です。いつも落ち着いていて優しい声で知られています。いつも笑顔でニュースを伝えています。でも今日は違いました。彼の目にはいたずらっぽい光が宿っていました。うっせ。アナウンサーは深呼吸をしました。そしてカメラをじっと見つめました。観客は息を呑みました。何かが違うぞ。まさかキャラ変？彼が聞き覚えのある曲をハミングし始めました。観客は身を乗り出しました。まさか、本当にまさか。そして事件は起こりました。アナウンサーがウルトラソウルと歌い出したのです。スタジオは大騒ぎ、誰も予想していませんでした。彼は心を込めて歌っていました。彼が大のビーズファンであることは間違いありません。そのエネルギーは見ている人にも伝わりました。司会者も驚いていましたが、笑顔を抑えきれませんでした。観客は大興奮。みんな歓声を上げたり、手拍子をしたりしていました。中には一緒に歌い出す人もいました。それはまさに喜びと興奮の瞬間でした。スタジオのボルテージは最高潮に、これが生放送の醍醐味です。その影響はすぐに現れました。数秒のうちに、ツイッターはアナウンサーの歌唱力についてのメッセージで溢れました。TBS アナウンサーとウルトラソウルは全国でトレンド入りしました。人々は動画や感想を共有しました。驚いた人もいれば、面白がっている人もいましたが、誰もが楽しんでいたことは間違いありません。アナウンサーは一躍時の人となったのです。彼の歌声は瞬く間にインターネットを駆け巡り、無数のリツイートといいねが寄せられました。そのパフォーマンスはテレビの枠を超えて SNS の世界で大きな話題となりました。彼の歌唱力に感動した人々は彼の名前を検索し、過去の出演番組を見返すなど、彼の魅力に引き込まれていきました。その結果、彼のフォロワー数は急増し、彼の存在感はますます大きくなりました。まさに SNS の力を実感する瞬間でした。 TBS が視聴者を驚かせたのはこれが初めてではありません。お笑い芸人がスタジオの池に飛び込んだ時のことを覚えているでしょうか。有名俳優がセリフを忘れて笑い出した時のことを。 TBS は予測不可能で面白い番組を作ることで知られています。いつも視聴者を飽きさせません。そして今回のサプライズも例外ではありませんでした。それが生放送の魅力です。何が起こるかわからない。そしてそれが TBS の特別なところです。彼らは予想外の出来事を歓迎します。常にエンターテインメントの限界に挑戦しています。視聴者は番組を見るだけでなく、本当にユニークなものを見ることができるかもしれないという期待感を持ってチャンネルを合わせています。そしてこの日、彼らは決して失望することはありませんでした。
生放送の魔法は予測不可能な瞬間にあります。それは計画されたスクリプトを超えたリアルな感情と反応です。 TBS はその瞬間を捉えるために最高の技術と才能を駆使しています。視聴者はただの観客ではなくショーの一部となります。その瞬間彼らは一緒に笑い、驚き、感動します。それが生放送の力です。アナウンサーの即興パフォーマンスは大きな反響を呼びました。彼のことを知らなかった人たちも彼のファンになりました。彼の名前は誰もが口にするようになりました。これは歌手としてのキャリアの始まりとなるのでしょうか。それは時が経てばわかるでしょう。しかし一つだけ確かなことがあります。彼は視聴者の心に深く刻まれたのです。サプライズパフォーマンスの後、誰もが知りたいと思っていました。歌ってくれたアナウンサーの未来はどうなるのか。彼は新たに得た名声を受け入れるのでしょうか。アルバムを出すのでしょうか。それともウルトラソウルアナウンサーとして永遠に語り継がれることになるのでしょうか。彼がどんな選択をしようと一つだけ確かなことがあります。彼はどこにいても見ている人の心に消えない印象を残したのです。ということで、楽しくて予測不可能なエンターテインメントを探しているなら TBS をご覧ください。何が起こるか分かりませんよ。もしかしたらまた別のサプライズパフォーマンスが見られるかもしれません。あるいはもっと予想外のことが起こるかもしれません。一つだけ確かなことは、TBS を見ればきっと楽しい時間が過ごせるということです。